はい、両手でこちら来ました。激辛サムゲタン辛さレベル5辛でございます。見てください、これ丸々1羽、使ったサムゲタン、過去にギネスに登録されたりブートジョロキアを使っているということで、これとんでもない辛さですから。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃおうぞ、やっていきましょう。はい、ということで本日も激辛武者修行やっていこうかなとは思うんですけども、この動画はですね、私激辛ジョニーがさまざまな激辛料理を食べて激辛レベルをアップしていこうという動画でございます。ということで本日も東京は芝にあります芝からストリートにやってまいりました。この芝からストリートにはですね約26店舗の加盟店がありまして、その店舗がですねさまざまな激辛メニューを出しているということで、本日で何店舗目かちょっと忘れちゃったんですけれども、今日はですねなんと韓国料理の伝統的な料理サムゲタンの激辛料理ということでね、過去にギネスに登録されたブートジョルキーを使っているということで、これはとんでもない辛さだと、お尻の穴から火を吹くような辛さが予想されます。本日のお店がこちらです。どう芝の鳥一代さんになります。芝浦を中心に本店を構えるお店なんですけれども、お店の看板メニューがサムゲタンということで、今回はねこちらの看板メニューの激辛メニュー激辛サムゲタン5辛に挑戦していきたいと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでこちら来ました激辛サムゲタン辛さレベル5辛でございます。見てください、これ丸々1羽、使ったサムゲタン、過去にギネスに登録されたりブートジョロキアを使っているということで、これとんでもない辛さですから。サムゲタンといえばね、これ韓国料理の伝統的な料理ですけれども、非常に体にも優しいと、もうブートジョロキア入っちゃってますけれども、優しいのか優しくないのかよくわかりませんけども、いただきます。さあ激辛サムゲタン5辛、お手並み拝見ですよということで、じゃあまずねスープからいきましょう。いただきます。数十時間これ、お肉の方煮込まれてますから、骨が食べれるほどもう柔らかく煮込んであります。トロトロでございます。ものすごい汗をかいてまいりました。汗が止まりません。この激辛ストリートで生駒県のね激辛味噌ラーメンも食べた時も、あれもブートジョロキ入ってましたけども、あの時は粉末が大さじ3杯入ってましたから、今回は5杯強入ってましたからね、単純計算でそれ以上の辛さがあるのではないかなと思うんですけども、スパイシーポテト、ポテトも辛い、もう具材はじゃあちょっとほぼほぼもうあとこれだけなんでね。いや辛いねこれね。ちょっとこのスープを飲んだらちょっとこの後どうなるかっていうのがねちょっと容易に想像つくんで、この量のジョロキアが詰まったスープはちょっとやめた方がしんどいから、はい、でも具材は残り食べるんで。
ごちそうさまでした。ということでね、サムゲタン、めちゃくちゃ辛かったんで、辛さレベルはね、そうですね、9ぐらいといったところでしょうか。まあね、サムゲタン、非常にね、こう、もちもちのなんかお米も入ってたりとか、なんか野菜とかいろいろ入ってたんで、非常に体にも優しいような、優しくないような、でも美味しい。辛いけど、なんか箸が止まらなくなる。そんな、料理でした。はい。ということでね、激辛武者修行、次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。